たとえ対抗処分になったって構わんもんか。どうせ戦争が始まれば大学どころじゃなくなるんだ。血が騒ぐね、戦争とは。北部の奴ら本当に戦争仕掛ける気かね。やってやるぞ。うんざりするわ。戦争、戦争、戦争。どこ行っても戦争の話で持ちきりでしょ。やると触ると戦争の話ばっかり。バカね。戦争なんか起こりっこないのに。戦争なんか起こりっこない。何言ってるんだい。必ず起こるさ。もう嫌い。今度戦争って言葉を口にしたら二人とも追い返しちゃうから。でもスカーラ、戦争がそんなに嫌なの。ちょっと待ってよ。そうだと思ったら最後までそれを倒すのが男だよ。聞いたらそれが君たちの守ることにもつながるんだ。いい？さっき言ったこと忘れないでね。じゃあ話題を変えよう。明日オークス屋敷で開かれるウィルクスの園遊会は。よし、それそれ。もちろん君も出席するんだろう。さあ、まだ決めてないのよ。明日になったら考えるわ。ワルツは予約だよ。まずブレント、そして僕、ブレント、僕って具合にさ。いいだろ。悪くないわね。いやでもね、それは他に約束がなかったらのお話よ。そんなのないよ。ひどいな。代わりにいいこと教えるからさ。何？いいことって。ほら、アトランタから来たメラニーね。アシュレのいとこさ。彼女今、オークス屋敷に来てる。よしてちょうだい。あの人の話なんか聞きたくないわ。いやいや、ほら、噂なんだけどさ。アシュレと結婚するそうだよ。あのうちはいとこ同士で結婚するんだ。どう？踊ってくれるかい？もちろん。いやほほ、他の連中は激しいにして悔しがるぞ。明日僕たちの天下だぞ。彼が結婚、私を愛してるのに。スカーレット、急にどうしちゃったんだろう。僕たち何か悪いことでも言ったかな。お嬢様、肩掛けもお召しにならずにどこ行かれるんですか。お客様に食事もおすすめにならねえで、そんな礼に知らずのお嬢様でしたか。それじゃいい奥様にはなれませんよ。お嬢様お待ちなさい。日が落ちたら冷え込みますよ。いや、お父様帰ってらっしゃるの。私ここで待つの。お戻りなさい、お嬢様。今言ったのお前か。俺だよ。悪いか。親方は俺だ。ここで命令するのは俺様だ。終わりだぞー、上がりだー。